いかな。どれどれ。おお、これはすごい。少しばかりだが、これを。いらっしゃい、アドル君。はい、どうぞ。これはとっておきなのよ。あら、お大事にね。何かあるぞ。そうだね、こういう時こそアネモノさんのギフトじゃないの。何かあるぞ。それが
かあるみたいですね。何かあるぞ。宝。
何かあるぞ。Yeah!
まだまだいける。ここは任せてくれ。これはここに乗れってことかな。やれやれ、ようやくか。まどろっこしいことしてくれるわね。はい、はい、あるみたいですね。何かあるぞ。Yeah!
ここで一息つこうか。あの扉の向こうから不思議な気配を感じます。ふむ、あれが終着点と見て間違いないだろう。何があるかわからない。準備はしっかりとね。宝箱だ。アドルちゃん、何が欲しいのかしら。もう頑張ってきてね、アドルちゃん。アドルさん、たくさん交換していたよね。はい、二人帰っこ。もっとバイバイ、また来てね。はい、今日もガンガン働きますよ。腕の見せ所ですね。もういつでもお待ちしてます。アドルくん、いらっしゃい。アドルくん、これはとっておきなのよ。あらお大事にね。ねえねえ、いらっしゃい。バイバイ、また来てね。ああ、なぞみを言うがよい。ねえ、まだそれじゃの。アドルさん、いらっしゃい。もっとバイバイ、また来てね。うむ、望みを言うがよい。ね、まだそれじゃの。うむ、何にするんじゃ。ね、まだそれじゃの。アドルさん、今日もガンガン働きま、じら、いつでもお待ちしてます。うん、いらっしゃい。またバイバイ、また来てね。いらっしゃ、大事に使ってね。あらお大事にね。
やあ、よく来た。かつての戦友たち、そして我が主であるロスビータ。残念ながら僕たちには覚えがないけどね。ああ、そうだった。アドルと赤の王はスミノフに救われたようだな。ああ、まあ君はそれくらい乗り越えてくると思っていた。実際にこの場にこうして立っているわけだしな。この人、ひどいです。15年前に姿を消して、ここで一体何をしてきた。今こそ話してもらうぞ、ゾラ。聖女ロスヴィータ、あなたを蘇らせたことをきっかけにずっと研究してきたことがある。シャトラールは優秀な人間の複製を集めて国家を作ろうとした。だがそれでは今を生きる人間の才をかき集めたに過ぎない。せっかくあなたのような存在を錬成することができたのだ。この地上に現れた過去の英雄や偉人たちの魂と人格、それらを統合した H の集合体を作り出せないだろうかと。それってお父様、なんてこと。でも錬成に必要な英雄や偉人の情報をどうやって。アネモナみたいなやり方じゃ相当時間がかかるだろうな。そう、そこで目をつけたのがアドル・クリスティンの存在だ。君は冒険家として豊富な経験や見識を持っているだけではない。様々な人知を超えた存在や事象と開口を果たしてきた稀有な人間だ。そこにはまさしく神と呼べる存在すら含まれているではないか。そなた、まさか。そう、僕ならハードルの記憶から彼らを錬成することも可能だ。だが僕が最終的に目指すのは監獄にいるような模造品ではない。僕やシャトラールが集めてきた今を生きる人間たちの知力、さらにアドルの魂に刻み込まれた古代の英知、それらを錬金術によって一つの人格として錬成するのだ。それは神に最も近い存在、いやもはや神を超えた存在と言ってもいい。その神がグリムワールドの夜を管理すれば君たちも呪いから解放されるだろう。なんてやつだ。まさかそこまで大それたことを考えてたなんて。そして今宵、この夜が最大限に活性化する力を利用して実験は完成する。装置に青い正義が満たされていく。待て、ゾラ！夜より生まれしアートラよ。神々の代行者としてこのグリムワールドの夜を支配せよ。滅べ。
何が起きてるの？どうやら要塞の外にいた魔物たちを殲滅したようです。今のでか。まさしく神のごとき力を持っているというのか。まさか君ならそこはさすがと言うべきだろう。これでグリムワールドで君たちが戦う必要はなくなった。非効率な呪いを継承していくこともあるまい。おめでとう。心からお祝いの言葉を送らせてもらうよ。お父様、本当に？でも、そんな得体の知れない力に頼っていいのかしら。これがずっと順調にいくかなんてまだわからないはずだ。では500年前と同様に自ら戦い続けることを選ぶのか。それはまあいい。君たちは君たちで好きにするといい。だが少なくとも僕にとって怪人の存在はもはや必要ない。窮地のよしみで招待したが早々にここから立ち去るのだな。行く先を憂い、状況を打破せんとするそなたの気概は嬉しく思う。だが、私は自分たちが納得できる方法を見つけたいのだ。自分たちの手で。多少時間がかかったとしてもな。アプリリスさん。変わらないな。なぜ一緒にあがこうとする。かつてあなたの献身を多くの者が称え、そして利用した。それゆえに最後は自身が命を落としたことをお忘れか。僕が何度守ろうと手を伸ばしてもあなたはそれを振りほどいて去っていく。ソラ、私はもはや問答は無用。ロスビータ、僕はあなたが傷つくのをこれ以上見たくない。そんなことのために全てを費やしあなたを錬成したのではない。アトラ、彼女を拘束したまえ。そんな、その必要はない。何？グリムワルドの管理にもはやホムンクルスの存在は不要。よってロスビータを筆頭とする全てのホムンクルスを処分する。貴様。そしてグリムワルドに集積される負の源、それらを速やかに断ち切ることこそ私の使命だ。負の源を断つだと？まさかバルドゥークにおける人の営みとエンサの念で汚れ切った大地、この二つを断ち切って全てを正常へと導くのだ。それはつまりバルドゥークを滅ぼすってこと？それ以外に道はない。そう来るか。さすが英知の集合体とやらだ。管理者として間違っちゃいねえし正しいんだろうぜ。でもそんなのって。ゾラ！かくなる上は仕方あるまい。アトラの錬成を解除。邪魔する者の排除を優先する。ソラさん、次はお前だ。アドルさん。アドル・クリ
リスティン。お前は排除の対象ではないが、邪魔するようなら容赦はしない。止めるしかないぞ。はい。了解。承知しました。やれやれ。神を超えた存在だと。力が出てきたよ。やめろ。こんなのにバルドゥークが消されちゃうなんて冗談じゃないわ。僕らも締めさせてもらうよ。運命に流されるだけの存在でないこと。もはやお前たちは無用の超絶。消え去れない。邪魔だ。聞いてねえのか、ホムンクルスども。気は済んだか。そろそろ楽にしてやる。500年もの間ご苦労だったな。来ます。ここまでか。どうしたの。貴様、海の親に黙ったわ。残念ながら連戦は失敗だ。後で検証する必要があるな。ゾロ、アトラの連戦を解除した。だが気をつけろ。僕が思っていた以上に。僕は私は、俺は、誰だ、誰だ、誰だ。
ジーを完全には分離できなかった。錬成が不完全だったことが災いしたようだ。だが確実に存在としてのまとまりを失いつつあるようだ。これならみんな最後の力を貸してくれ。はい。おそなたたち、ここでケリをつけるぞ。コンパクを分離し損ねたことで力が暴走している。気をつけるがいい。今さら気をつけろって勝手よね。でもここを逃すわけにいかない。行こう。さらに攻撃してるだけじゃ拉致が開かねえぞ。弱点はないんでしょうか。私のギフトなら見抜けるかもしれません。大丈夫ですか。まだまだいける。
任せてくれ。とどめない。燃え尽きろ。しぶとい野郎だぜ。まだダメなんでしょうか、お父様。もう少しのはずだ。錬成されたコンパクたちの結合は確実に弱くなっている。このままなんとか。アドル、頼んだぞ。構成していた錬成されたコンパクたちだ。錬金術の効果が失われて消滅していく。終わったってこと？ああ、アトラの脅威は去った。だが結局何一つ変わることもない。グリムワルドの夜は依然として機能しているようだ。でもバルドゥークは守れたわ。まあこれからも僕たちが戦っていけばいいのかな。私も頑張ります。みんなの笑顔を守るために。みんなで戦う限り町の平穏は保たれるんですから。私も協力いたします。やれやれ。
アドル、あなたどうしたいですか？あなたの記憶から錬成された彼らを、怪人の皆さんを解放してあげたいですか？今ならアドルさんと私たちはグリムワルドの夜を止められます。だが夜がなくなれば負の感情は行き場を失う。その時バルドゥークに何が起きるかはわからない。彼らがさらなる苦難の道を歩む可能性もあるだろう。でもそれは本来あるべき姿かもしれません。アドルさんはどうしたいですか？分かっていると思いますが、人の身で正解を選ぶことは叶いません。それでも今、君が選ぶしかないのです。私たちが力を貸すからアドルさんに決めてほしいかな。ありがとう、頼むよ。負の感情から魔物を生み出すドラウプニルの卵です。アドルさん、剣をかざして。さあアドル、卵を破壊するのです。そうすればグリムワルドの夜は永遠に機能を失うでしょう。その輝きは希望の光。あなたがいつも見出してきたものでしたね、アドルさん。すっかり大人びて、こんな形でも会えて本当に嬉しかった。行く先にどんな困難があろうと、お前たちは歩んでいくのだろう。それが人の強さ。私を永遠の宿業から解放してくれたあなたなら。そう、これは私たちからのせめてもの感謝の気持ちです。アドルさん、これからも見守ってるからね。アドルさん、アドル君、気がついたか。たく、よく気を失うやつだぜ。一体何があったのさ。どうやら意識がまだはっきりしないようだな。ねえ、アドル君がグリムワルドを破壊したって本当なの？その不思議な声が教えてくれたんです。すでにグリムワルドや魔物たちの気配は感じられない。事実であることは実感しているが。ああ、
やはりそうか。僕がアドルさんだったらどう判断しただろう。私は戦い続けることを選んだかもしれません。私もかな。自分が戦えばいいやって。でもそれではきっと何も変わりません。私たちも、そしてバルデュークも。まあな。こうして私たちの最後の戦いは静かに幕を閉じ、戦勝記念祭を終えたバルドゥークも元の日常を取り戻しました。総督に復帰したリンドハイム枢機卿とベルガー監獄長により町は機能を回復。聖国騎士団は教会から新たな団長を迎えて再建へ取り組むことになりました。バルドゥークは少しずつ形を変えながら元の活気を取り戻しつつあります。大きく変わったことといえば、町に怪人たちが現れなくなったこと。グリムワルドの消失とともに私たちは異能を全て失いました。アプリリスさんによれば、呪いはもともとグリムワルドとの因果関係によって成り立っていたそうです。私たちのことについていろいろな噂が飛び交いましたが、それも今は落ち着きつつあります。いずれ怪人たちの存在は忘れ去られていくのかもしれません。そしてよし、俺の方はこんなもんだ。旅の荷物なんて言っても普段からあまり持ち歩かないしな。アドルの方はどうだ。ああ、そりゃちょうどよかったぜ。世話になった店長とカーラに挨拶していくんだったな。よし、早速行くとしようぜ。今日出発しちゃうのね。ああ、寂しくなるわ。でもここはアドルちゃんの旅立ちを手伝うために始めたお店だったわね。それでダンデリオンって名前を店につけてくれたんだよな。綿毛のついた種が風に乗って旅をする花。そうよ、いつかこの日が来るとは思ってたけど、それが今日なのね。ぐっすん、ここは涙をこらえて見送るわ。ありがとう。こちらこそ。本当にいろいろなことがあったけど、今は全てが美しい思い出よ。
この店はこの後どうするんだ？それはいろいろ悩んだけど、この後も続けさせてもらうわ。私自身このお店が大好きになっちゃったみたい。だから二人ともいつでも帰ってきてちょうだい。きっともっともっと素敵なお店にして待ってるわ。そりゃ次に訪れるのが楽しみだ。私からもお礼を言わせてほしい。アドル君、本当に世話になったね。あんたがリンドハイム枢機卿だって聞いたときは驚いたぜ。まったく人が悪いというか、とことんやり手というか。身分を明かさず行動するのが若い頃から性に合っていてね。いえ。謝るのは私の方だよ。身分を明かせなかったとはいえ、君を騙す形になってしまった。聞けば若い時に領地の鉱山でも工員として2年働いていたそうよ。その間誰一人として領主のご子息だと気づかなかったとか。そうでもしないと領民の本音を聞くことができないからね。アドル君と一緒に投獄されて脱獄したのもいい経験になったよ。かなわねえな。アドル、ロムン帝国にもいろいろな人間がいるもんだな。さ、名残惜しいけどあまり引き止めてもいけない。他にも挨拶をしたい人が君たちを待っているからね。おっと、そうだった。ペンドルトン商会のカーラのとこにも顔出さないとな。何しろここをアジトとして使えるようにしてくれたのは彼女だ。アドルちゃん、ドギちゃん、気をつけていくのよ。次の冒険の成功を祈っているよ。
アドルさん。よう。ああ。気をつけてくださる？アドルさん。
そうね。
ギさん。来てくれたようだな。キリシャも来てたんだな。はい、アドロさんたちが来るってお姉ちゃんに聞いたんです。あの最後にもう一度お礼が言いたくて。あの時私は怪人を続けるしかないと思ってました。でもアドロさんがクリムワルドから解放してくれて。はい、私頑張ります。体はもう慣れたのか。全員保管されてた本当の体に魂を移し替えたんだろ。はい、アネモナさんだけは例外ですけど、スミノフさんのおかげで体の違和感はほとんどありません。昔の記憶が混じったり、いろいろと問題はあるんですけど、でも前へ進むためにってみんなと決めたことなんです。やれやれ、大したもんだぜ。これでお二人に心配をかけずにお別れできそう。あれ、おかしいな。私やっぱりアドルさんとお別れしたくないです。もう少しだけでもここに。それはキリシャ、これ以上アドルを困らせるんじゃない。お姉ちゃん、背中を押してもらったのに元の泣き虫に戻ってどうする。アドルも周囲に再三引き止められ、出発が今日まで長引いたのだ。分かってる、分かってるけど。やれやれ、あの人見知りがここまで懐いてしまうとは。アドル、姉妹揃って本当に世話になってしまった。おおよその経緯はキリシャに聞いたが、君はこのバルドゥークの恩人だ。いや、確かに今回はアドルが町を巻き込んだと言えなくもないな。そうだったとしても君の力になれたことは誇りに思う。本当にありがとう。ありがとう。エンドルトンの一員として取引を提案しただけだ。これだけ有望な取引相手が町を去るのは残念だが、またいつかバルドゥークを訪れた際には当紹介をごひいきに。かなわねえな。ありがとうございました。きっとまたバルドゥークに来てくださいね。私待ってますから。元気でな、アドル。旅の無事を祈っているよ。ここで会ったが100年目。この女は確かロムン帝国の。ああ、さすがだな。
私の極秘任務を知っていたか。今回の件で貴様の供述がある程度真実だったと認めるしかないようだ。この私としたことが目から鱗が落ちた気分だよ。だがだからこそ貴様が脅威だと改めて認識した。さあおとなしく監獄に戻るがいい。なんだその顔は。アドル、パークスさんにもらったあれを見せてやるよ。こういう時こそ見せろって言われただろ。なんだこの紙は。これは迷うことなきリンドハイム枢機卿のご直筆。貴様一体どうやって。いやそれより枢機卿はいつお戻りになられたのだ。シャトラールたちは一体どうなった。おいおい知らないのか。枢機卿ならとっくに総督府へ戻って元気にしてるぜ。シャトラールは失踪して聖国騎士団は再編成中だろ。ありえぬ。聖国騎士団から逃れて地下に潜伏している間にそのようなことが。今までずっと地下にいたのか。どうりで女性に対して失礼なんだが、あんたちょっと匂うぜ。早速枢機卿にその書状の真偽を確かめに参る。おい。いいかアドル・クリスティン、特許状が偽物なら即刻監獄に放り込んでやるぞ。私が戻ってくるまでおとなしくそこで待っておれ。やれやれ、面倒な奴に目をつけられたもんだぜ。さあアドル、今のうちに行くとしようぜ。今なら正門から堂々と出られるはずだ。間に合ったようだな。ジュール、それにスミノフの旦那が。そうか、ジュールは異能を失って歩けなくなっちまったのか。本当の体に戻っても同じ病気を抱えてるなんて理不尽だよね。だから呪いを解くなんて僕は反対だったんだ。あんまり締めっぽくしてもしょうがないしね。まったくジュールらしいぜ。そうそう、アネモナさんから伝言を預かってるんだ。お世話になりました、またお会いしましょう。だってさ、そいつはまたあっさりしててアネモナらしいが。言葉こそ少ないが、私には名残惜しそうに見えたがね。彼女の決断は本人にとっても良かったんじゃないかな。最後だからとゾラ殿も協力してくれたことだし。へえ、なるほどね。それでお前さんたちはこの後どうするつもりなんだ。うん、それなんだけど、実はジュールの病気については
なんとか希望が見えてきたんだ。もしかしてゾラ殿が残した資料がどうやら役に立ちそうでね。すぐに完治とはいかないが、病状の進行を止められそうなんだ。今のところ手応えもあって、こうして見送りに来ることができた。ああ、そりゃ朗報じゃねえか。まあ実際に治るかどうかはこれから次第で、安心はできないけど。二人はもう出発しちゃうの？ええ、名残惜しいがね。アドルさんはこの先もずっと冒険を続けるんでしょ？ねえ、いつか足が治ったら今度は僕から会いに行ってもいい？ああ、本当に絶対だよ。その時は新しい冒険の話をたくさん聞かせてよね。そりゃうんざりするほど聞かせてやるさ。だからお前さんの例のノートにしっかり書き留めておけよね、アドル。さすが赤毛のアドルだ。アドル君、ドギ君、親子ともども世話になったね。君たちの旅の無事をこのバルドゥークから祈っているよ。おや、こちらこそ世話になったな。二人ともありがとう。その元気でね。ジュールも達者でな。じゃアドル、そろそろ行くとしようぜ。来てくれたのか。ええ、お二人にはいろいろお世話になってしまったので、せめて最後にみんなで見送ることができればと思いまして。同僚たちからもアドルさんによろしく伝えておいてくれと言われてます。あ、仕事の方は事情を話してこの時間だけ抜けてきました。へえ、フェリックスは本当にできた彼氏だよね。とっととくっつけばいいのにな。え？ごめんね。こら、エル、ウード。最後まで賑やかだな。ガンベルク家はこうでなくちゃね。アドルさん、闘技場の時は本当にありがとうございました。それから姉がいろいろとご迷惑をおかけしました。いや、お前さんたちのお姉さんには随分助けられたぜ。あ、最高の。まあからかいがいがあるのは認めるけどな。あ、ユファネーマッカッカー。ちょっとちょっと、いい加減にしなさいよ。私まだまともにアドル君に挨拶できてないよ。静かになるとそれはそれでやりづらいわね。やれやれ、早く済ませなよ。アドルさんも忙しいんだからさ。あんたね。アドル君、私は父さんと母さんが愛したこの町が好き。この先もここでこの子たちと一緒に生きていきたいと思ってる。その
ありがとう。私たちの背中を押してくれて。過去に起きた悲しいことを忘れるなんてできないけれど、それを引きずって今と未来を潰すわけにいかないわ。私たちが笑っていれば父さんと母さんも笑ってくれるはず。だからアドル君を見習って、私も前を向いて歩き続けるわ。ありがとう。うん、元気で。アドル君たちも頑張ってね。お前さんたちも元気でな。姉貴はあんまりからかいすぎるなよ。ドギさんもお元気で。アドルお兄ちゃん元気でね。気をつけていきなよ。お二人とも旅の無事を祈ってます。寂しくなるけど二人とも頑張ってね。あなたたちのこと忘れないから。ああ、俺たちもだ。アドル・クリスティン。おっと、監獄長のお出ましだぜ。その、なんだ、こちらこそだ。もう行くのか。まあぼちぼちな。そうか、あまりグリア近辺でのんびりしない方がいいだろう。そりゃどういうことだい。今回の件を受けてロムン本国から憲兵団がここへ向かっている。新設された奇跡調査団とかいう特務部隊も同行しているようだ。へえ、また随分早い対応だな。イングリドを知っているだろう。ああ見えて彼女は本国で有名な憲兵団員だったらしい。問われながら奇跡調査団独自の経路で救援を要請していたようだ。それとともに事件の報告も行っていたようでな。調査団の目的はアドル、お前たちだと聞いている。おいおい、そいつは。俺もロムンの軍人だ。奴らが来れば協力せざるを得ない。まあくれぐれも気をつけていけ。ありがとう。礼には及ばん。無人として恩を返したまでだ。アドル・クリスティン、いつかまたまみえる日まで双剣なれ。一人、お前さんを待ってたみたいだぜ。アドル、行くのか。そなたの決断でグリムワルドは失われ、この地の秩序は人に委ねられた。今まで以上に激しい争いや災いに見舞われる可能性もあるだろう。だが皆が何とかしようと死力を尽くして勝ち取った結末だ。後に
これが正しかったと言える未来を築いていくしかあるまい。ああ心強いな。それはもともとこの地で生きる我々の役割なのだろう。アドル・クリスティン、そなたは優しくも厳しいな。決戦前のあの時、怪人たちをもう戦わせたくないと私が言ったのを覚えているか？ああ。あの時はみっともない姿を見せたな。監獄で初めてアドルに出会った時に予感がしたのだ。そなたなら何かを変えてくれるのではないかと。だがまさか現実にこのような日が来ようとは。あの子たちを解放してくれて礼を言う。ありがとう。これほど晴れやかな気分になったのは初めてだ。なら。ふむ。俺なんかが言うのもなんだが、あんたはずっと人のために生きてきたんだろう。少しは自分のことに向き合う時間も必要なんじゃねえか。そうか。そのようなことをしていいのだな。ああ、アドル、そうだな。そのなんだ、本当に世話になってしまった。名残惜しいが、そなたの道中の無事を祈っている。さらばだ、アドル。さて、次はどこへ向かう？このまま陸伝いにガルマンにでも行ってみるか？近くの港から海を渡ってブリタイへ向かうのもありだな。お前さん、それ好きだよな。アドル、毎回思うんだが、今まで旅先で残りたいと思ったことはないのか？なんだよそりゃ。ま、こうして旅し続けるのが俺たちはお似合いだけどね。終わってみるとみんな気持ちのいい奴らだったぜ。次の冒険でもあんな奴らに出会いたいもんだな。おい、アドル。
Thank you.